村芽衣子です。私はみんなに音楽ってとっても楽しいんだよっていうのを味わってもらいたい、そういうレッスンをしています。とっても楽しいレッスンだから来てくださいね。楽しい時間になるように45分間を笑顔とちょっとおしゃべりも入れながら、音楽ピアノを通して仲良くなれたら嬉しいです。まあ、こだわってるのはもうひたすら楽しくですよね。はい。まあ、でこだわってるのはやっぱ自分の体のことを知らないと、まあ、誰にだけに限りませんけど、何をやってもやっぱうまくいかないというというよりは、まあ、うまくいかないというよりはその方がやっぱりいろんなことが都合よくなるというか、うまくいくという自分で学んでいるので、それをぜひお勧めしたいなと思います。